1943改め、神2クロスレビュー25点。終盤4ステージがオリジナル面に差し替えられており、純粋な移植を望む向きには受け入れにくいかもしれませんが、個人的には、そこの展開と BGM の厚さが好きです。オメガ。全体の難度調整も丁寧で、遊びやすくなっており、2人同時プレイ可能なところも良いですね。リンダキューブ、神2クロスレビュー28点。100種類の動物を集めるのに、どんな手を使っても良い自由さが好きでした。移植版と違って、両親が神谷明さんと峰富士子、仮、さんだし、PC エンジン版が一番良い雰囲気を出しています。単純なロールプレイングゲームじゃないところが良い。うかうかしているとバッドエンディングになることもある。ストーリーはダークですが、ぐいぐい引き込まれるストーリーが魅力です。声優陣も豪華です。普通のロールプレイングゲームを飽きた人に、一度プレイしてほしいゲームです。たった二人で戦った少年と少女の物語である。何が一番必要なのかはよく分かったよ。あんたが1号さんだっけ？ちょっとあたしの方見てごらん。あーそうだね。スミレ、今日からあんたはスミレ、スミレ、あんただけの名前だよ。どう？気に入ったかい？なんだいけん、言いたいことがあるならはっきり言いよ。そういえばお前の名前も大昔のアニメの主人公からもらってあたしがつけたんだよ。人の名前とか結婚とか大事なことに限って直感と思い込みで決まるもんさね。PC 原人、神2クロスレビュー26点。キャラクターが良い。
難易度も適度に難しく、何度もプレイするうちにクリアできるようになります。シンプルなゲームだが面白いし、タイムアウトがないのが良い。R タイプ 1.2 ファミ通クロスレビュー34点。異色度を確保するために作品を2個に分けたのは正解だと思います。家庭用でこのクオリティはすごすぎで、このゲームをやりたくて PC エンジンを購入した人も多いのでは。当時はファミコンしか知らなかったので、このゲームを友達の家で見た時は衝撃すぎました。エメラルドドラゴン、ファミ通クロスレビュー、22点。ゲームも面白いし美形も多くドラマ性も良かったですね。結構ハマって小説や4コマ漫画や CD とかは面白かったな。ただし SFC 版てめえはダメだ。2015年にデザインスタッフの木村明宏さんと声優の星総一郎さんがクラウドファンディングでドラマ CD 作ろうとして2016年には発売できているので根強い人気があるのが伺える。木村明宏さんは最終目標はゲーム制作と言ってたから結構期待してたりする。どうしたんだい、タムリン。さっき白龍のじいさんに呼ばれてたみたいだけど。アトルシャン、私イシュバーンへ帰ることにしたわ。なんだって、そんな嘘だろ。そうか、あのじいさんがまた余計なこと。違うのよアトルシャン、本当はもっと前から白龍様に勧められていたことなの。人は人の中で生きるのが幸せだって。タムリン、私もできることならアトルシャンと一緒に暮らしていたい。でも私は人間なのよ。このままここで暮らせばいつかきっと
辛い別れの日が来る。だから私はエシュバーンに帰って人の幸せというものを探してみるわ。タムリンがそこまで考えているんだったら、もう何も言わないよ。アトルシャ。これを角笛にして持っていくんだ。僕の助けが必要になった時に、それを吹くんだ。僕は角笛の音を聞き逃さない。君がどこにいたとしても必ず駆けつける。約束だよ、タムリン。タムリンのことは白龍様のお決めになられたこと、恨むなどということは決して。白龍様か。それではどうしてもタムリンのもとへ行くというんじゃな。はい。そうか、ならばもう止めはすまい。だが死ぬと分かっているものをそのまま生かせるわけにはいかぬ。これを持って竜の墓場へ行くのだ。これは。それで竜の墓場の壁画を開き、奥にある銀を放つ鱗を手に入れよう。銀の鱗を手にしたとき、イシュバーンへの異界の門を開いてやろう。さあ行け。わしの力で竜の墓場まで送ってやる。銀の鱗を手に入れたようじゃな。ならばそれを胸に当てるのだ。これは聖地を覆いし呪いから我ら竜族の身を守る唯一の方法。それが人間に化身することなのだ。さあ銀の鱗のあった台座を開き、武具を手に入れよう。旅立つ用意は整った。
ったようじゃな。では異界の門へ行くぞ。アトル社員、我ら竜族が島を離れてすでに2000年、今聖地は危険に満ち満ちている。人間の姿になりドラゴンの力をまるで使うことができるお前を一人で生かせることになろうとは。だがわしがお前にしてやれることはここまでじゃ。イシュバーンまでは遠く、わしの力も届かぬからの。じいちゃん。じいちゃんと呼んでくれたのは本当に久しぶりだな。さあ行くがよい。行ってタムリン、そして苦しみに沈む多くの人たちを救うのだ。わしは信じる。それがひいては我ら民族への呪いから聖地を解き放つことになると。行け、アトル社よ。20年前、イシュバーンに突如巨大な城魔王殿が出現した。それは人間と魔族との戦乱の始まりである。魔王の軍勢に対抗すべく派遣された王国軍、その健闘により長期化した戦いは人間たちの勝利に終わるかと思われた。だが一人の男の出現により戦局は一変した。その男の名はオストラコ。